様こんにちは。タロット歴25年目のモス姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、星回り的、ホロスコープ的、西洋占星術的に言うと、今日、2月の21日、今日でね、水星逆行がね、ようやく終わるんですよ。で、いいこともそうじゃないことも、まあ、星回りっていうのはあるんですけれども、復縁を望んでる人に関しては水星逆行すごくチャンスの時なので、まあ、私は大好きなんですね。で、それで、今日で水星逆行は終わるんだけれども、いわゆる龍ですね、とどめるという龍の時期というのが、これからね、3日間ぐらいあるんですよ。で、それはどういうことかっていうと、水星逆行はいわゆる終わって、逆行から巡行に今向かうところなんだけど、この3日間、巡行に戻るまでの期間が一番効果が強いとも言われてるんですね。なので、復縁、ね、音信不通のあの人に連絡を取りたいっていう人、この3日間、まずね、今回の水星逆行の大きなチャンスだよということで、この3日間で、いわゆる復縁とか連絡が取れる可能性があるかどうかということを、今日はそこの3日間に焦点を当てて見ていきたいと思います。はい、今日使っていくのは、メインで使っていくのはね、こちらエンジェルタロットカード、こちらをメインで使っていきます。あとは、気持ちとか流れ、気持ちの深掘り、アドバイスや、まあ、今回この3日間で復縁とか連絡が取れる可能性っていうことを見ていて、こちらのね、ルノルマンはね、ちょっとね、考えてます。どういうふうに使おうかなと、もしかすると補助的に使うかもしれないということで見ていきたいと思います。カードはね、これシャッフルしてるんだけど、再度シャッフルをするので、色、グリーン、ブルー、ゴールド、もしくはこのカードからのイメージで選んでいただければと思います。はい、じゃあ本日もね、可能性あるといいですね。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあグリーンのボトルさん、お待たせしております。今日はね、こちらなんかね、こういうね、表裏があるカードって、まあ正位置で取るっていう見方とかもあるんですけれども、今日は全部正位置でカード取っていきたいと思います。じゃあこの3日間、龍のこの時代の復縁の可能性あの人の気持ち見ていきましょう。はい、まず現状が、ソードのナイト、二人の現状が今ソードのナイト、障害やアドバイス、ワンドの9。はい、そしてあの人の気持ち、カップの3が出てますよ。感情のカード、こう喜びとかね、祝福とか楽しいっていうカードが、あの人の気持ちで出てる。はい、そしてここがね、潜在意識、ワンドのナイト、これもいいと思うけどな。今からね、あの人の状況とかも見ていくんだけど、もしかしたら仕事とか忙しいかもしれない、やらなければならないこととか多いのかもしれないんだけど、これね、まあ、情熱のカードだし、まあ、熱血営業マンっていう、まあ、状況、それぐらい忙しいよっていうことがね、出ている。過去がね、コインの6、なんかね、いいお付き合いできてたんじゃないかなと思うんですけどね。はい、そして近い未来が、ソードのクイーンが出ましたね。はい、そしてね、次のカードがグリーンのボトルさんのあの人への気持ちね。ソードのキング、なるほど。はい、今日ね、人物カードむっちゃくちゃ多いですね。で、あの人の現状がカップの10。
お相手様、これ複雑な恋愛なのかな？ああ、そういうことかな。はい。で、願望、流れ、カップのページ。はい。はい、そしてね、今からね、まあ、カードを2枚出していきます。これがこの3日間で連絡が取れるか、コインの4、復縁できるか。ソードの10か。辛かったことが終わる。はーい。一番下のカードも取っていきましょう。ワンドの、じゃない、そうだ、カップのエースが出てますよ。はい、これ流れ的に見ていくと、まずね、私、お相手様がね、これこう結婚してるのかなとか、お付き合いが長いどなたかがいるのかなっていうことで、まあ、複雑な恋愛なのかなって思いました。で、複雑な恋愛で、でもお相手様、全然グリーンのボトルさんをね、拒絶とかね、ノーっていう気持ちはね、それはね、出てないですよ。全く出てない。全く出てなくって、ただこうあまりにも仕事かな、忙しいのかなーって気はするんですよね。で、流れを見てると、これまあね、この3日っていうことで見てるんだけど、こう今まで止まってた出来事、硬直状態が終わるっていうふうにもね、これ取れるから、ここが、カップのページも出てるよね。カップのページとワンドの9が出てるから、これは、なんかね、連絡が、いわゆる連絡をして、お相手様からの返信が来るよとかね。そういう感じにもね、まずね、この流れでね、見える。で、ね、この世界カード、カップのエースが出ましたからね、これ恋愛の成就だしね。なるほど。じゃあもう少し深く見ていきましょう。い、じゃあね、あの人の気持ち、カップの3とワンドのナイト出てる。状態いいんだけどね、気持ちね。い、ここからカードをまず2枚ね。気持ちと、気持ちで。で、それと、これもね、あの人の気持ちで見ていきたいと思うので。気持ちをもう少し深掘りということで見てみますね。ウェディング。はい。これね、これがね、あの人の気持ちね。カップの3と、ちょっとこれね、後ほど、解説をさせてください。まずいいね。で、そしてここが、あの人のね、深い気持ちのところ。じゃあ、行きます。見て見て。あら、これは、いやいや。お相手様のね、今これね、気持ちで、トータル6枚で見てるんですよね。トータル6枚で見てるんだけど、いや、熱い思い、強い思い、というのはね、感じます。で、もしね、お相手様が、このね、まあ、複雑な関係じゃなくて、そうだな、複雑な関係だったとしてもかな？複雑な関係だったとしても、このグリーンのボトルさんのね、こう、強い思い、自分のことをしっかりと思ってくれてるっていう気持ち。それはね、お相手様、分かった上で、やっぱりね、会いたいとか、連絡取りたいとか、こう、思いがね、きちんとお相手様にあるって出てるんですよ。で、こうね、一緒にいることのこの居心地の良さ。こう、二人のね、こう、気心、
いわゆる素の部分、例えばこう休日にぼーっとしてる時とか、例えばね、そういう時も、なんていうのかな、ペースが似てるというか、それぐらい一緒にいて居心地がいい人だと思います。そしてね、見てください。ね、あの人の心に、やっぱりね、あなた、グリーンのボトルさんという人を射止めたいという気持ちがね、これね、出てるんですよね。いや、これやっぱ気持ち大丈夫だよ。で、現状が、ちょっと待ってね。よいしょ。これが、そうそう、ソードのナイトが出てたよね。ソードのナイトとコインの4とソードの10が出てたから、ここもソード。なんかね、情報とか動きが早いっていう意味があるので、この3日間、これ連絡取れるんじゃないかな？どっちで見ようかな。アドバイスカードも引きながら、まあ、この3日間の日にち、見てみましょうか。まず、アドバイスカードね。はい。イエス。連絡取れるって出てる。よかったですね。で、じゃあ今日入れて21日24。今日入れて4日間で見てみましょうか。クローバーが出てる。あさって、木。はい、ワンちゃん。はい、ポジティブなカード出ましたよ。おすすめは明日と22と24。でね、22がね、これ幸運なんですよね。でね、22。ね、ここでもね、2ってカードが出てるね。ここでも22って出てるね。すごいね。ボイドタイムがないかちょっと見てみますね。これは22日は、双子から蟹に、月が移動するんですね。はい、OK です。お昼以降に連絡してください。お昼の12時54分以降 12時54分以降に連絡をしてみてください。22日はね。でね、24日はね、これは逆に13時55分までに連絡をしてください。で、もしくは21時24分以降。なんかね、おすすめしないのが13時55分から21時24分。その前か後だったら大丈夫。でもこれワンちゃんだから夜の方がいいかな。21時24分以降かな。で、まあ、竜の可能性も24まで出てるから大丈夫かな。この2つの日がね、おすすめ。お相手様もね、連絡待ってると思いますよ。強い気持ち感じました。全然ね、拒絶されてるとかね、そういうことは全く私は見えませんでした。はい、これがね、グリーンのボトルさんのリーディングです。よかったら参考にしてみてください。ね、この竜のこのね、3日間、今日入れて4日間、楽しみにしててくださいね。はい、応援しております。はい、じゃあブルーのボトルさん、お待たせしております。じゃあ、この3日間、今日で水星逆行は終わるんだけれども、これからね、3日間竜の期間に入るので、水星逆行のね、影響がすごく強い時期だから、復縁がね、すごく可能性あるから、その可能性ね、見てみましょうね。今日はね、このカード全部正位置で見ていきます。お、ちょっと待ってね。ソードの9がね、今ポロンと出ましたね。い、じゃあ見ていきましょう。まずお二人の現状。ああ、月が出てるね。そっか。なんかね、不安とかが多いのかな。まあ、今のね、まあ、これだけではわからないんだけれども、もしかすると、なんかね、ライバルの存在とか、誰かいるのかな、みたいな感じで、
二人の関係がちょっとこうぼやけた感じになっちゃってるのかな、距離がこう遠く感じるというかね。で、まあ、障害アドバイス、星が出てるよ。スター、ダイヤルカナが2枚も出ましたね。はい、そしてね、あの人の気持ち。いいんじゃん。というか、ダイヤルカナ続いてるね。はい、そして、あの人の本音、ワンドの3。前向きな気持ちだけどね、ここね。うん。はい、でね、お二人の過去。バランス。うん、居心地良かったんじゃないかな。っていうかね、お二人これ、ダイヤルカナこれだけ続いてるから、二人のご縁のね、強さっていうのをね、すごい感じるんだけど。未来がカップの5か。そっか。で、これがね、おー、すごいね。これが、ブルーのボトルさんのあの人への気持ち。運命の輪が出てるね。で、あの人が、ワンドの8。状態がね。で、まあ、願望、アドバイス、ラバーズが出てるよ。はい、そして、っていうか、このカードすごすぎるね。世界。コインの7。はい、そして一番下の世界カード見ていきます。ソードの6。二人のね、これ船に乗って動き出せるという状況なのかな？はい、今からね、カードを追加していくんだけど、まずね、この現状でまず見させてください。今、失礼しました。今、あの人は、少しね、ブルーのボトルさんに対してね、慎重になってるところはね、あるとは出てます。なんかこう、こう、観察っていうか、こう、どういうふうに動いてくるのかなっていうところはあるみたい。あるみたいなんだけど、連絡がね、例えば来ることっていうことに関しては、これね、お相手様案外楽しみにして、いる部分があるような気がするんですよ。こう、冷静にブルーのボトルさんのことを見てはいるんだけどね。で、見てはいて、で、流れなんだけど、これね、近い未来にカップの5が出てるからね。カップの5の後に世界だから、これどうだろう。この3日間の竜の後かもしれないね。後には、もうちょっとね、時間かかるかもしれない。二人の関係が、これね、いい方向に行くと思うっていうかね、答えが出る流れになっていきそうなんですよ。で、その答えが出るっていうのが、連絡が取れるとか再会ができるっていう、嬉しい方向の流れになりそうな気がする。で、まあ、ここでね、アドバイスとか願望のところに、ここもね、カード今ね、見にくくなってるんだけど、よいしょ。星のカードと、これラバーズが出てるから、やっぱりこう自分の願いが叶うとか、連絡、これラバーズっていうと彗星なんですよね。で、彗星っていうとコミュニケーションとかっていうことになるから、やっぱりね、それがね、こう、今はね、距離が遠く感じるあの人と連絡が取れる流れになるということになると思うんだけど、でもこれがね、ちょっとね、3日間だったらもしかしたらちょっと厳しいかもしれない。今からもう少し見ていくんだけれども、でも可能性はね、これありますよ。未来は非常にというか、一番ポジティブなカードが出て、このダイヤルカナ祭りは何だっていうぐらい、私はすっごい驚いてます。はい、じゃあね、あの人の気持ち、もう少しね、深く見ていきたいと思います。カードが1枚ポロンと出ました。に分けていきます。い、こちらの気持ちでもね、こちらのカードでもあの人の気持ちっていうのをね、見ていきたいと思います。2人の関係、これね、動くと動き出すと思うんだけどね、このままっていう感じはね、しない。
はい、あの人の気持ち、まずここで忍者っていうカードが出てるんですよね。で、あの人の気持ちは、はい、ニューラブと、はい、フレキシビリティですね。なるほど。まずこれがね、あの人の気持ちね。なんかね、こうお相手様としてはもしかするとなんかブルーのボトルさんに、例えばね、他に好きな人ができているとかね、あのね、例えばこう付き合ってる人がね、彼氏さん彼女さんできたのかなっていう部分がなんかね、思ってらっしゃるところもあるかもしれないですね。はい、でね、あの人の深い気持ち見ていきますね。ここではね、ワンドの3が出てるんですよ。はい、見ていきます。はい、フォーギビング&ラーニングとポテンシャル、これがね、あの人の本、なんかね、深い気持ち、本音ベースの気持ちと思っていただいていいんだけれども、こう自分からこれね、連絡したいという気持ちあるみたいなんですよね。っていうのも、お相手様、今ね、ようやくこう余裕が少し出てきたような気もする。まあ今のね、あの人の現状を見てると、まあワンドの8が出てるので、確かにね、こうなんていうのかな、こま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 忙しそうな、そんな気はね、確かにするのね。確かにするんだけれども、なんかね、いいと思ったら案外このお相手様って自分から動く部分があると思います。で、これね、いずれはね、ポテンシャルね、出てるんだけど、いずれはブルーのボトルさんにこれね、連絡をしたいっていう気持ち、これね、あります。ある、あるけど、なんかこう今本当にね、こう慎重になってるんですね。あの人は、あの人は慎重になっていて、こうブルーのボトルさんがもし今幸せであれば、それをね、壊したくない。だから距離を空けて、あえてこう観察しているというか、連絡は取ってないかもしれないけど見守っている、そんな感じがします。でも、ね、もし今例えば誰もいないとかね、でなっていうことが分かったら、あの人はなんかね、もう少し時間が経った時には、あの人からこれね、この恋動き出しそうっていう風に出ています。で、それがね、いつかっていうと、この3日間はね、まだこのカップの5っていう、こう失望とかね、失意っていう、あのまだね、今はね、願いが叶いにくいっていう時期なので、この後だと思うんだよね。この世界っていうカードの時期だと思うので、まずこの3日間で連絡が取れるかどうか、こちらのカードで見てみましょう、ね、もしかするとね、可能性がね、あるかもしれないんだけど、お相手様がね、こう様子を見ましょうって言ってるからね。はい、これです。あ、ね、今まだこうお相手様も様子見てるよね。答えで言ったらイエスかノーかって言ったら、これね、まだっていう感じ。ちょっとこちらのカードでも見てみるね。今日が21日を含めて21、22、23、24で連絡が取れる可能性の日があるかどうかで見てみます。でもこれでね、もし24日まででなくっても、これはね、気にしないでね。お相手様がね、こういずれは連絡したいと思ってくれてるから、もう少し時間かかるかもしれないけど、いいような気がするんだよね。21、今日、これ、かまね。22、くも。23、かんおけ。24、へび。この4日間はね、やっぱりおすすめしないしね、いいカードがね、全く出なかったの。だからね、この4日間じゃなくって、どういうふうに見ようかな。そしたら、じゃあ3月、4月、5月っていうことで見てみましょうか。2月の終わり、
うん、やっぱり3、4、5、6で見てみましょう。ちょっとこのカードもう一回入れますね。うん、6月まではね、多分私はね、かからないと思うんだけど、まあ見てみましょう。ちょっとしっかりシャッフルしていきます。これをまた分けながらシャッフルを、しますね。よいしょ。あ、じゃあ、あの人と連絡が取れる可能性、3、4、5、6で見てみましょう。太陽がポロンと落ちましたね。はい、いきますね。3月。コウノトリ。二人が動き出せるという状況。3月。4月キー。ウィッシュカード。願いが叶うよ、4月。はい、5月フォックス。6月ユリ。あ、6月にはこれ恋愛関係戻ってるんじゃないかな。うん。一番ね、可能性があるのね、3、4、5、6で見てると、これね、4月だと思う。うん、4月のね、3のつく日かな。うん、これ願いが叶う。でね、3月からね、見えないところで二人の関係が前に進んでると思う。で、4月、連絡が取れたりとか会えたり、そういう感じになりそう。5月、仕事が少し忙しくなっちゃうのかな。で、6月、二人がね、これ、よりが戻ってるんじゃないかな。うん、そんな感じがしてます。はい、これが復縁の可能性。あの人はね、様子見てるんだけど、でもね、強い気持ち。まだ今は動かないんだけれども、強い気持ちがあるということ。それが出ました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ、ゴールドのボトルさん、お待たせしております。今日でね、水星逆行が終わって、これから3日ぐらいは、竜という時期に入って一番影響が強い時、復縁の可能性へすごく高まっている時期です。はい、じゃあね、あの人の気持ち現状なんかを全部ね見ていきましょう。今日はね、これ全部正位置で見ていきます。まず現状がね、相当の5なんだね。あ、なんかお互いこう傷ついて離れたとか別れたとか、そんな感じなのかな。障害アドバイスがソードのページ。人によってはね、こうブロックされちゃったりしてるのかな。あの人の気持ち。ああ、でもね、カップのナイトが出てるね。これいいですよ。で、あの人の本音ベース、カップの9。これね、願いが叶うと言われてるね。もうすごい幸せのウィッシュカードですよ。で、二人の過去ね、これが。カップの8。ああ、なんかね、やっぱりこう、離れちゃった。なんかね、ね、あの人の心がこう、なんかね、去っていってしまったっていうのが過去なのかな。了解。で、未来が、ソードの8ね。はい。で、これが、ゴールドのボトルさんの気持ち。すっごい強いですね。あの人への気持ち。なんかね、もう、大好きで、どんなことがあっても頑張る、みたいなね。で、あの人の現状が、カップの2か。カップの2。これはね、ゴールドのボトルさんを待ってくれてるのかな？うん。で、願望。コインの5。はい。で、この3日間で連絡が取れるかが、ワンドの10と、おー、カップのキングすごいね。そして世界カードも見てみます。はあ、はあ、こう、ワンドのクイーン。これね、この竜の時期のね、この3日間っていうのはね、もうちょっとね、二人がこう、絡み合わないみたいなんですよね。この3日間、4日間はね。でもね、あとこれ10日だと思うんだよね。
だから10日だから早かったら2月の末、そして3月の上旬にはこれね、あの人とこれ連絡取れて、もうなんかね、恋愛関係にこれなれると思うんだよね。こう以前はね、なんかこう、まあ離れてしまった2人って出てるんだけど、以前はもしかしたらこう、なんかね、ブロックされてたような過去っていうのがあったかもしれないんだけど、今はね、おそらくこれね、大丈夫だと思う。もうね、ブロックされてる方がいたとしたら、これね、解除されてると思うんですね。でも、二人がまだね、縁というか、絡みにくい時期なので、私はこれは10日後、そういう風に見させていただこうかな。あの人の気持ちね、もう少し深く見ていきますね。すっごいいいカードが出てるんだけど。ちょっとね、もう少しカードを追加して、あの人の気持ち。大好きな人ってね、今の段階ではね、出てるのね。はい、じゃあ、あの人の気持ち。はい、これね。はい、そしてね、こちらのカードでも見ていきます。おっと、カードがね。よいしょ。じゃあこれがまずね、これと、はい、このカードがあの人の気持ちです。ほう、今でもね、ゴールドのボトルさんにすごく興味があるというか、こう気持ちが戻ってきてると思うんですよね。いや、もうこれはね、恋愛感情としての気持ち。これある。ある。ある。で、あとはね、ここがあの人のもう少し深い気持ちね。カップの9と、これね、まあ、ここね、まあ、ファミリーイシューっていうのがあるんだけど、今、お相手様の現状がね、これがね、まあ、実家なのか、ね、実家っていうか自分の家のこと、実家なのか、はたまたね、このお相手様に家庭があるのか、でちょっとわからないんだけど、でももう少しできっとね、このお相手様のこの問題が、ね、お相手様自身のこの問題がきっとね、解決できるんですよね。で、解決できることによって、このね、ゴールドのボトルさんにきちんと向き合うことができる。だから時間がね、あとね、こうね、思い合っているんだけれども、もう少しだけ時間がかかるっていう流れなのかなって思いました。こちらのカードで、まあ今日入れて4日間、まあ連絡がね、取れる可能性があるのかどうなのか見てみましょうね。はい、これを2つに分けたこのカード。はい、ね、ニアフューチャーだよね。このね、4日間、私はね、この4日間じゃなくて4日以降の、やっぱりね、近い未来だよって言ってくれてるような気がするので、私10日後って言いましたよね。10日後だったら、日にちが、今日が21だから、7、8、3月の3日以降だと私は思います。3月の、
3日以降の、3月の1週目、2週目、3週目、4週目、5週目で見てみましょうか。もう3月になるとね、私連絡取れると思うので、まあ3月の1週、1、2、うん、3月5週あるので、じゃあカードをね、5枚出していきましょうか。の1週目、はい、あの人がね、やっぱりね、こっちを向いてくれるんですよ。うん、もう3月の1週目でね、あ、2週目連絡取れますよ、太陽。3週目ライダー、うん、会えるんじゃないかな。4週目ネズミ、5週目道、はい、やっぱりね、もうね、1週目からあの人に余裕が出てきます。うん、お相手様に余裕が出て、やっぱりこう、このね、問題がおそらく解決できると思われます。この問題がね。で、それで、2週目。2週目っていうのは3月の8日からの1週間。この時にはね、もう連絡取れると思う。で、あとはね、3月の15日の週もいいです。もう、ここでね、2人の関係、これ、より戻るんじゃないかな？お相手様、こんなに気持ちあるしね。うん、あの、人によっては複雑な恋愛の人もいるかもしれないんだけど、でも、うん、あの人は思ってくれてる、待ってくれていた。ただ今はこの直近の今は自分の問題っていうのがあって動きにくかったのかなっていうふうに思うんだけど、でも、うん、あとこの10日間、うん、3月に入ったら、うん、やっぱり2人はこうしっかりと縁がね、つくよとか連絡が取れるよっていう、そういう流れになっております。よかったですね。うん。はい、これがゴールドの方のリーディングでした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。